スにやってきました。ミホタルは神奈川と千葉を結ぶ高速道路の海の上にあるパーキングエリアです。結構新しいんだよね。できてから。10年ぐらい。ん？10年ぐらいじゃない？うん、そうそう。なにこれ？建設記念碑か。海底トンネル、日本のシールドマシン。コンフェイトを使用したもの。カッターの。これで凝ったんだ。え、これで凝ったんだ。え、すごいね、それ。これは本当に凝ったやつ？そう。足跡はゴジラの足跡らしいです。シン・ゴジラという映画の記念にここに足跡をつけたそうです。またここはコードブルーの撮影場所にもなったと今聞きました。ご飯屋さんもいくつかあります。この高速道路さ、よく考えたらすごくない？すごい。入り組んでるよね。ここではお土産を買うことができます。いつもは試食がたくさんあるけど、今はコロナの時期で試食が全然ありません。それでは、ミホタルの紹介もこれで終わりです。
また見てね。